うち弁慶兄弟、なんだかうろうろしてますね。Happy birthday ポンちゃん、寝てるし。実はいろんなことがあってポンちゃんの誕生日を忘れていてごめんなさい。ポンちゃんお誕生日おめでとう。おめでとう、寝てるけどおめでとう。ごちそうとポンちゃん用のおもちゃを買ったんですけど寝ていて反応しません。明日だね、明日の昼間遊びましょう。それまでお子ちゃまたちには見せないようにしたか。ポンちゃんほらこれだよ、これだよ。ポンちゃんの好きなこのおもちゃと、あ、起きた。これとね、これいつも先っぽだけなんだけど絵付きのやつを使ってきたの。ピンクだから女の子らしいでしょ。で、サブちゃんが乗る、そしてふみふみする。それと、いつもの先だけのやつはこの羽じゃないバージョンを買ってみましたよ。これです、これです。これはいつもの黒いやつにつけてみようね。カリカリズ
好きなのでおやつもガリガリを買ってみました。これがポンちゃんの好きなやつ。ポンちゃんの好きな銀のスプーンのカリカリ、ミャオミャオのカリカリ、なんか期間限定っていうやつのモンプチのクリスピーキスっていうカリ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 、おやつカリカリです。で、あとはヤン君もポンちゃんも好きなシーバです。痛い痛いトムちゃん痛いよ。シーバです。ねえ、ポンちゃんはカリカリ好きだからね。ジュールとかもいっぱいあるけど、こういうカリカリおやつはまだ最近買ってなかったからね。でね、ポンちゃんもね、ジャンクにはあげてくれるね。一緒に食べようね、ジャンくんとね。あとでね、はい、まずはお母さんからです。はい、はい、ママに、あ、なんかカメラが、アンズママ、いいよいいよ、伝えたおす、はい、はい、どうぞ、はい、僕もちょっとね、どうぞ、アンズちゃんこっち入ってくれる、こっち入ってくれるとさ、食べやすく出せるんだけど、ね、お皿一つにしちゃおうかな、この人たちみたいに、ね、はい、僕はの人たち、僕ちゃん、はいはい、ちゃんくん、はい、僕ちゃんでもありますよ。